キューバグランマ通信の日本特派員稲村です。都庁記者として石原慎太郎氏を取材してきました。2010年の筆者の記事尖閣炎上を読ませていただきます。2010年秋、大阪橋本知事の維新の会の向こうを張って石原慎太郎東京都知事が沖縄の尖閣諸島を東京都で購入すると発表しました。2011年春、都議会の了承を受けた頃から尖閣購入の寄付金が集まり始め、夏頃には十数億円にもなりました。気を良くした石原慎太郎都知事は尖閣購入の意図を対処したポスターを東京都で作成し、全地下鉄や区役所や所管庁に貼り出しました。このパンフレットには次のように書かれていました。前略、この後です。しかし尖閣諸島周辺で石油埋蔵の可能性が判明した後、昭和46年、1971年に中国は自国の領土であると唐突に主張し始めました。そして平成22年、2010年頃には尖閣諸島周辺の日本の領域内で、領海内で漁船と称する中国の特殊な船が海上保安庁の巡視艇に体当たりするという実力行使に出てきました。この中国を非難したポスターの文章が度重なる石原慎太郎都知事の記者会見での中国蔑視発言と重なって、中国から大きな反発が出始めました。そして中国軍の尖閣領域審判は領空領海にとどまらず、接続水域での監視網を突破するという潜水艦も出没し始めました。驚いたのは都庁ポスターにはっきりと尖閣諸島を国際法上の正当な手続きにより明治28年1895年に正式に日本の領土に編入したと書かれている一文です。その後この出所は2013年秋、フォーリンプレスセンターの記者会見で、外務省だと分かったことですが、昭和20年、1945年春のポツダム会談で、尖閣を含む沖縄の領有権が米国に割譲され、
これは世界周知の事実であるということが完全に書き消されていることです。その間違った情報に基づき安倍総理はじめ全閣僚国会議員が尖閣は日本古来の領土、尖閣には